突然喋り出しましたけど、去年のね、緊急事態宣言出てる時に、SNS でベースつなぎっていうのがね、回ってきたんですよ。その時に、俺んとこ回ってきた時に、やっぱ自分の好きな曲をベースで弾きたいなと思って、好きな曲なんだけど、それが好きなフレーズ、ディープパープルのバーンっていう曲のキーボードソロなんですよ。それがベースじゃなくて、それをベースで弾いたのを上げたんですけど、動画で上げたんですけど、それをちょっとそのデータがね、久々に見つけたんで、その時はドラムの打ち込みというか、もう本当にロジックのドラマー機能で適当にロジック上で叩いてもらっただけなんですけど、それにベースでキーボードソロのフレーズを合わせた、その2トラックだったんですけど、そのテイクにさらになんかね、いろんなものをベースで重ねていこうかなと思ってやってみましょう。だからそのなんか最初に思ったのが、やっぱハモのフレーズとかね、入れるとかっこいいのかなって思って、ちょっとフレーズを考えたんでね、そのハモ風なフレーズかな。ビッチビッチにずっとハモで合わせてるんじゃなくて、第二旋律になるようなやつをまず考えて、折り返しからそのフレーズを入れたいと思います。はい、じゃあ今撮ったやつをと元のやつを合わせて聞いてみましょう。そうですね、意外といいけど、あれですね、フレーズはいいんだけど、あれだな、音がやっぱりローとローがかぶってるんで、その辺はハモの方を後でベースをかちょっとベースのね、低域をちょっと減らしたりして調整しましょう。次はね、もともとの、猫ちゃん泣いてる、もともとのね、ベースを入れてみましょう。グレン・ヒューズの弾いてるフレーズを入れてみます。次はあれですね、ライブ版とかでリッチ・ブラックモアが弾いてるギターのフレーズをベースで弾いてみましょうね。これはここのローポジションよりやっぱオクターブ上で弾いてみたいと思います。はい、次は、キーボードのジョン・ロードの主旋律のではない上の方に入ってる、何なんだろうな、シンセっぽい音のやつをベースで弾いてみます。
これで一通り、入れたいやつは入れたのかな？入れたいフレーズ入れたから、これをね、まず全部合わせたやつを聞いてみましょう。まあ、予想がつくと思うんですけど、やっぱベースだけなんで、多分もうぐっちゃぐちゃだと思いますね。何の音量とかもいじってない状態なんですけど、それを聞いてみましょう。これ。いやー、やっぱりあれですね。全部ベースで撮ってるからね、下の方でもうギュッと、なんつうんですか、もうもっこもこっすね。でもこれをね、一個ずつ音量を調整したり、EQ で低音の部分をカットしたりして、調整していくと、意外と形にはなるんじゃないかなとは思うんで。そういう地味な作業をしてみます。まあ、そういうのが多分レコーディング上ではミックスとか言うんですけど、音量の調整だったり音質の調整をすることによって、だいぶ印象が変わると思います。それをねちねちちょっとやってきますね。はい。あらかた調整してみたんですけど、聞いてもらいましょう。これ完成形かな？完成形です。はい。いや、意外といいんだけど、限界があるね。やっぱベースだけ。はい。結果、あれっすね。上物が欲しい。ありがたい。上物があることがありがたいんですね。なんかどうしても、ちょっと下の方に音域が固まってくるっつうか。なんか抜けきらない。これくらいの長さだったら意外といいんですけど、これがもし1分2分とか続くんだとしたら限界を感じましたね。やっぱ上物は大切っていう企画になりましたね。でもやっぱこのフレーズはでもすごい好きですね。このハムフレーズとかすげえ適当に、適当というか、まあなんとなくで作ってみたんですけど、意外とありかもしれない。で、どうしてもそのベースの限界というか、ローが、他のね、メインのやつ以外削ってはみたんですけど、どうしてもちょっと多くなったりするし、そのエフェクトで逃げる音の目標が結局上物の音を目標に作ってるところがあるから、ベースだけで綺麗に響かせようとすると、まあ、より一層のアンサンブルの、なんつうんですか、この上から下までちゃんとバランスよく使ったのを構築したり、する必要があるんですね。いや、そういう勉強にもなるね。まあこういう、なんつうんですかね、打ち込みとか、宅録とか、多重録音とかの楽しみは存分に味わえますよね。こういう遊びもたまにはいいですね。はい、ありがとうございました。